はいどうも、ラリホンです。というわけで今回もみんなの投稿を見ていこうと思います。ファイナリーというわけで、今回はですね、海外勢のうまいね、クリップをね、前半見ていって、後半はね、いろんな動画見ていこうと思うんですけど、まずクランチさんの投稿というわけで多分ジョーカー使いなんですよ。サムネ見る感じ。海外ジョーカーはね、なんかもう、おしゃれなのよ。なんか、おしゃれなのよね。いつも言ってるけど、おしゃれなのよ。もうそのまま、楽しみ。どんなプレイか。はい。ジョーカーが、7% のジダードに、ここから下投げして、空5、ガン嘘だろかっこよすぎるなんだよ。しかもラストウェビーバーストっていうなガンでさフレドラを止めるさなんか効果音も相まってめっちゃなんか気持ちよかったよね。フレドラの効果音がさ逆にジョーカーのプレイのなんかバヤになってんだよね。さあもう一回見るよ。下投げ空母2回してこれよもうガンの音鳴ってるやん。フレドラの発射音がめちゃめちゃこれかっこいいな。言ったやろおしゃれなんですよ。海外ジョーカーはおしゃれなんや。はい、お次はね、エム・ヘルナンドさんというわけで、もうおなじみですね。めちゃめちゃうまいスティーブ使いの人なんですけど、でタイトルね、スメルテッド・アイロン・カクラングというわけで、これなんか Google 翻訳突っ込んだら、洗練されたアイアン・カクランというわけで、アイアン・カクランじゃないねん。アイアン・カクランって何マジで。知らへん単語なんやけど、あ、勇者アイアンアストロンかアストロン系のプレートとか見ていきましょう。はい、アストロンに対してってことかな、スティーブが。さあ。アストロンしたよ。アストロンしたせいでやばいことが起こるとか言うんちゃうな、まず割られていってもうこっからもう好きなことされまくりよ、うん、アストロンしただけやのに、まあ、アストロンしたらこうなるならんほうがいいよな。やりすぎや。アストロンしただけで今のしかも空下メテオしてましたよ。ブロックでそんなんできるんや。シップレヒアーというわけでキッドソニックさんのね投稿見ていくんですけどもう海外ソニック使いはもう期待しちゃうな、うん、普通に、まあ、そもそもソニックが珍しいよな。でタイトルさシックって書いてあるんだけどシックって病気って意味だよな。だからそのままの意味で使っとんのかなちょっと分かりませんけどスラングかもしれんけど見ていきましょう。どんなコンボしてくれるの。空上からバネ空母してもう一回バネ使ってもう一回バネ3回使うの。そんなバネコンボやば。まずコンボ指導がさ崖からやったよな、うん、こっから入っちゃうんやで2回使っていってっていうなこんな上までさ詰められたことないよ俺は。チックプレイというわけでもうよくなりましたね。違うプレイと思うんですけどこれどういう意味だよなタイトル。なんかもうあれか俺みたいな感じなんかバネ好きすぎるんかな。バネの病気なんかもしれん。俺魔人剣病気みたいに好きやからさそういう感じなんかもしれん。バネの神なんやろなおそらくな。バネ神なんだろなんか自覚してんだろ俺は病気やってバネにとらわれた病気やっつって。さあ次はどんなコンボ。右に運んでいってはいグーゴして結局バネ使うっていうバネ使いがうまい。海外ソニック使いはバネがうまいんや。パーセントチェックというわけでグッチクロックさんのね投稿見ていきますけどタイトル多分そのままやろな。パーセントに注目って意味やろな。なんでしょうかコンボなんかな。めちゃめちゃ高火力コンボやったりしてなんでしょうかやっぱ9秒ぐらいやからね高火力じゃないんかな。マルスとドンキーおそらくマルスでしょう。はいドンキーのパーセントに注目。はいいい感じにコンボ入ってるよ。ダウンして49% から横進まれ倒したわ確かにそれはやばいわ。うんまあ先端が強いとはいえさすがに 49% で飛んでくんだねドンキー。しかもこの当てるまでのコンボもめちゃくちゃうまいっていうなやばい。これは言うわタイトルでわざわざ。リュカ最高峰の店プッシュ釣りじゃないですというわけでこの人ねうまいんだよ、うん、おそらく俺の認識してる人だと思うんやけどめちゃめちゃうまいのよ。だから、スマブラ WiiU っぽいリュカのコンボをしてくる人で、まあ、自称最高峰ですけど釣りじゃないってなこのなんか自信の表れいいっすよね。なんかねなんかちょっと調子乗ったタイトルでまあちょっとネタですとか言う人もおるけどもうこの自信満々なんいいよな、うん、もう最高峰ですからね。こんなコンボね見たことないから見たことはあるけどやれねえから普通にそんなんやれないし。あヒモペチできるタイプヒモペチもやっぱりなんか本当にな懐かしいんだよね。さっきの最初のさ空下ループもそうなんやけどなんか懐かしさを感じるんだよね。スマブラ WiiU 感があって、まあ、やってない人はちょっといわゆる分からへんかもしれんけどやっとった人はこれ共感してくれると思う。なんか本当になんかね匂いを感じるのよ漬物石の、うん、スマブラWiiU ね漬物石と言われた重たい WiiU の匂いを感じんのよ。そんなコンボはあったかあったかもしれん。結構って考えるとコンボは変わってないのか。でもなんかねその、まあ、ガチになるとあんまりその WiiU っぽいコンボはないからって考えるとやっぱこの人結構 WiiU 感あるよな。俺が言うとだけかもしれないけどな、もうひもぺち中になってるわ。ひもぺちってさ、俺すごいまあ見てるんですけど、今までいろんなねルートをね見てるんだけど、ルートは知ってるけど俺ひもぺちの入力方法知らへんのよな。みんな知ってる？ひもぺちの入力方法って俺マジで知らへんのよでもしかもさ、なんかちょっとお任せでさリュッカ出たらさ、ちょっとひもぺちやってみよっかと思ったらさ、こんな動き出らんからさ、これどういうことなのこれ。あれですか ?IDJ とかしてんのか ?IDJ でもこうなんの？まあ普通にさ、なんかよくわからんね、もう小ジャンプしてつかみをタイミングよくね空中で出すって普通に考えたら指ちぎれるんですけど、それをね10連続するんですよ。なんかひもぺちループとかするとね、やばいよね。ルカ使いって本当になんか多分コントローラー改装してますよねって思っちゃう。横スマ入っていくさ、でもできたら面白そうやよな。やっぱりどんなさ難しいテクニックもさ覚えればすごいそのキャラ楽しくなるんやろうなと思っちゃいますよね。ああ空上2回して降りて、ああ最後相手の動きに合わせるっていうな、下すま待ちがめっちゃいいね。まあ、そっからメテオまでいけるんだ。もうみんなもうこの人神にしようぜ。ルカ神にしようぜ。ルカのコンボルートをもう全て知ってるわ。お気に入り、こんな人がわざわざ言うお気に入りって何？はい、ダウンレンして。はいはい、やばすぎスタイリッシュというか、なんかあれやね、いろんなルート混ざったって感じやな。集大成感のあるコンボやったけど、はい。あ、もう無限だ。これ多分 2000% までいくっしょ。これおそらく。だって 160% でな、入ってんやから、これもう 2000% までいくよ。あ、無限や。確定台無限や。しかもさっきから耐えすぎっちゃう。バースト拒否もうまいんかいこの人。はい、空母してした空母当たったらメテオまで行くんだね。どこまで行くの？もうやめたってくれもうやめたってくれ。それに関してはすごかった今。しかもこれ 169% 耐えてる極限状態やからね、もう何でもありや。敵なんていないんだ。皆さんギネスに申請しに行こう。全員で署名よろしく。ワイドな日本誰かはできる店プッシュ12というわけで誰でもできる店プレイ集のね続きなんですけど、これもう名前が変わってなんかごっちゃなってきましたね。もう矛盾集じゃんこれタイトルが矛盾でもないのか。まあちょっとね参考にしていきましょう。まあ誰でもできるってねもともと言ってたんでみんなもできるはずです。もうこれ見て勉強して即オンライン行きましょう。もうその場テレキャンなんてできない。でもこの人がやってるから誰かはできるっていうそういう理論はずるい。メテオ今のはできるかな？いやできないか。ガノン使いやからできるだけでも普通はできやんか。はい、クエ抜いていいね。まあ、こういうねスタンダードな回避読みとかは参考になるよな。はい、IDJ やってんだよ。IDJ の中でもまだちょっと入門コンボなのかもしれんが、そもそも IDJ に入門できないっていう。我々は空のね2段最速ジャンプクーマとかそもそもそこに入門できてないっていう、技が出ないっていうコマンド入門編や実質。空母でこれ届かへんのか。うわ今届かへんのか。このタブロはルイージがクッパに確定していく。もう先に言っちゃった、先に言っちゃうね。あそこ後ろ読みなんだね。さあこれはカズヤにも確定しちゃうと、もう誰でもできたらねこのゲーム終わってしまうんだが、結構最近誰でもできるのかもしれない。大量発生すぎてビープマッチもうこのレベルのルイージ結構おるからな。実質タイトル詐欺じゃないかもしれんけど、その現状がおかしいんじゃないか最近のスマブラ界隈は。さあこれは財布して、これはビップマッチか。ビップマッチだ。そうみんなにさ話したかったの。最近ね全キャラ VIP やろうと思ってさ裏でやってんだけど、非 VIP のさカズヤとかルールで即死コンボしてくんだけど、そうなの。いや全然その VIP を目指すとかいうのをねやってなかったから、もうずっと VIP にいたから知らなかったんだけど、今時のヒビップは即死コンボしてくるんですね。てか財布出た瞬間びっくりしたもん。あ財布出んのと思って、ヒビップでもと思って、なんかもっとむずいもんかと思ったけど、みんな強いんだなっていう、ヒビップなんか魔境ですよね今考えるとね。なんかマジで即死ブームですよ今スマブラ。なんかやっぱブームとかあるじゃないですかいろんなキャラね。まあその最初の方はさジョーカーとかさ大会でね強かったキャラとかがブームというかね輪にも多かったけど、最近は本当にトレンドが即死コンボキャラやった1年ぐらいずっと最近はっていうか上妻キャンセル。わあいいね。ガードしたら、いやガードしてもなら割りやんか。ガードがちっちゃいから踏みつけ魔人剣とガノンと魔人剣のブームは来ないのか。いいんじゃないそろそろ新作来る前にガノンブーム来ても。ホワイトなスピリッツ大照り焼きセットというわけで、ポテトさんのね、投稿を見ていくんですけど、何これ久しぶりにスプリッツの投稿やと思ったら、なんか、照り焼きセットなんですか照り焼きセットって、マックかなんかですかちょっとよくわからんステージやったけれども、まあ、スプリッツらしいんで、何か関係はあるんでしょう。はい。照りについてますね。はい。後ろに、ポテトがありますね。はい。上投げして、ポテトとコーヒーは合わんけどね。さあ、知ってしまった。でかいテリーを焼くんだ。なんだよそのずるいわ。大照り焼きセットって、しかもポテトと照り焼きとコーヒー合わへんからやから、ホットコーヒーや。てかマックでポテトと照り焼きバーガーとホットコーヒー頼むやつおらんじゃない。さすがにおんのか合わへんと思うけど、なんか天才がいましたね、みんなの投稿に。ギャグじゃん。おもろ。はい、どうも、尺稼ぎ TV です。というわけで皆さん、暑くない?最近っていうか今日暑くない?3月11日なんですけど、むちゃむちゃさ、汗かいてんだけど、今日動画面白くて、いっぱいね、元気にやったから、疲れるというか、体力は使うけど、汗かいてんだけど、なかなかなくない?どう思うみんな。一人家で、モニターに向かって、汗をかきながら喋るやつ、キモいですよね。キモいんですけど楽しかったです今日の動画。はい。どんな話やねんって話だけど、なんかマジで暑くなってんのかな。基本的にはマジで、よく見たらなんか暑そうなマークついてるわ。13度。いや13度は別に暑くないんか。でもちょっとそろそろさすがにね、春やけど、熱中症まだか、熱中症気をつけてねとか言おうと思ったけどまだか。でもちょっと季節の変わり目なんかもしれんから、皆さん体調には気をつけてください。僕は持病が悪化して今自宅で安静にしてますけど、これも季節の変わり目が関係あったんかもしれない。水分補給をしっかり。僕は水分補給しまくって最近朝に10回トイレ行きました。俺を超えてくれ。